改めましてこんにちは。今ご紹介いただきました社会福祉法人日本介助犬協会の高柳と申します。この度は社会貢献者賞、誠にありがとうございます。介助犬といいますのは、手足に障害のある方々の自立社会参加支援をするために訓練をする犬のことを言います。今日会場にはですね、実際に介助犬と生活をしている岡山県の藤原さんと大吉くんが、おります。これからデモンストレーションを見ていただくハッシュ君は、実は正式な意味では介助犬ではなくて PR 犬として、皆様にどんなお仕事を介助犬がするのかということをご披露するために、いろんな全国数を行ってデモンストレーションをしております。会場でこれからお目にかかった際にはですね、実働している介助犬大吉君には人が大好きですので、皆様からは温かい無視、優しい無視をしていただいて、触りたい方はハッシュ君を触っていただくということで、どうぞよろしくお願いいたします。それでここからデモンストレーションをするんですけども、車椅子の方、電動車椅子の方、あるいは杖で歩いている片側が麻痺している方、物を落として拾えない、いろんな場面でとても不安がたくさんあります。そんな時にですね、介助犬がお手伝いをしてくれるというのを皆さん見ていただくんですが、もう一つぜひ見ていただきたいのは、私たち犬の訓練をいつも褒めて褒めて褒めちぎってしています。決して大声を出したり、まして体罰を与えたりなんてことは決してしません。皆様にもご協力いただきたいのは、ハッシュ君が嬉しそうに楽しく尻尾を振ってしている様子をぜひよく見ていただいて、多くの方に広めていただきたいと思います。から皆様にもハッシュ君を褒めていただきたいんですね。できた時には盛大に笑顔で拍手をしてあげてください。それがハッシュにとって正解だということが分かることになります。で、一応ちょっとベテランの域には達しようとしているんですけど、やっぱりハッシュ君でもですね、まだもできてない時もあるんですね。すいませんが、できてなくてもハッシュは可愛いと思うんですけど、そういう時はしらーってしておいてください。犬にトレーニングする上で大事なのはメリハリ、イエス・ノーをはっきりすることですので、できた時に盛大に笑顔で拍手、できてない時にはしらーというのをですね、ご協力をお願いいたします。まず一番代表的なところで、落としたものを拾って渡す、物を落として拾えなくて誰もいなくて困ってしまうなんていうことがあるから、一人で外出できない、一人でいられないということになってしまう自宅住所の方多くいらっしゃいます。お家の前に来ました、鍵を開けようと思ったら落ちちゃった、テイクイットという指示で拾って渡しました。ありがとうございます。はい、盛大な拍手ありがとうございます。もう尻尾振って喜んでやっている様子、よくご理解いただけるんじゃないかなと思います。こういうふうにですね、あっという間に拾ってくれますので、物を落としても大丈夫って思える精神的な負担が大きく違うということをご理解いただけると思います。で、今日は時間がないのでもう一つだけご披露しますが、決してお家の外だけの作業ではなく、盲導犬はですね、お家の外にしか作業がないんですが、介助犬、聴導犬はお家の中での作業が結構たくさんあります。その一つ代表的なところで、靴下を脱がせて靴下をこの洗濯かごに入れるというのを見ていただきます。洗濯かごにちゃんと靴下が入りきるところまですいませんが、拍手を待ってください。時々靴下で遊び出したりとかですね、ヘリにかかったまま入れたって戻ってきたりとかですね、そうしても皆さんが笑ってくれるということを知ってたりするので、そうするといい加減が伝わりますので、すいませんが、その時はまた拍手をしない、入りきったところで拍手をしてあげてください。はい、ではまず足を上げるところからお手伝いをします。スルーという指示でですね、足を上げるんですね。麻痺した足がとても重たいです。ですので、こういうふうに体幹を使って足を上げて、靴をかかとから引っ張って脱がせ、靴下も引っ張って脱がせて、はーっ、はい、上手というですね、靴下も脱ぐことができます。その他にはですね、歩行介助をする介助犬もいます。あと一番介助犬に必要とされていると言われておりますのが、緊急時の連絡手段として携帯電話や電話の向きを探して持ってくる、車椅子の方々にとって、手足に障害のある方々にとって、転倒した、誰もいない、体調悪くなった、誰にも助けてもらえない、その不安が一番自立社会参加を阻みます。そんな時にこの子たちは携帯電話を探して持ってきてくれます。助けを呼ぶことができる。じゃあ私は一人でいても大丈夫、一人でいろんなところに行きたい時に行きたいところに行けるという生活に大きく変わります。決して高齢者ではなく、若年で若くして障害を持って
もういろんなことにチャレンジすることは諦める、そんな方々が一人でも減るように、私たち犬と共に、笑顔を、そして自立社会参加促進をする、お仕事をこれからも続けてまいりたいと思います。今日この機会をいただいたことで、全国にまだ75頭しかいない介助犬のこと、皆様に知っていただく機会にもしていただきましたこと、改めて感謝申し上げます。今後もですね、介助犬の活動を頑張ってまいりますので、ぜひ皆様にも見守っていただければと思います。本当に貴重な機会をいただきましてありがとうございました。社会福祉法人日本介助犬協会の皆さんでした。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。